はい、おはようございます。シャシ君です。よろしくお願いします。ではイーブ一匹縛りプレイやっていきたいと思います。今回は、シルフカンパニーのクリアからね、行こうかな。まあ、石地区前に、50レベルになっても困るんでね、行きましょう。はぁ、ここの榊は、まあまあ強いよね。勝てるかな？ていうか、ここの時点で、本来モノマネは手に入んないんで、ずるいですかね。まあ、ちょっと、どの道シルフカンパニーじゃねえわ。ポケモンタワーが無理だったから、あれなんですけど。まあ、この後に手に入るんで、まあ、榊では、勝てそうなら使わない方向でいきたいけどね。でも尻尾を振るなくなったのちょっとしんどいんですよね、正直。榊戦はね。やっぱ使っちゃおうかな。ばったり。ばったりしてるし。あ、そういえば前回の動画でも言ったかもしんない。いいんですけど、ま、誕生日だったんですよ。で、今、まあ、誕生日のね、11時59分で、あとね、1分ぐらいで誕生日が終わろうとしてるんですけど、ま、今年もね、ま、おめでとうラインが一件も来ないっていうね、うん。悲しいですね。ライバル。おめでとうって言ってくれよ。てか、なんなら今日残業してきたしな、ちょっと。一人ね、まぁ、ちょっとコロナになっちゃってね、来れなくなっちゃったんで残業する羽目になったんですよね。まぁ、しょうがないんでいいんですけど。過去一何もない誕生日だったなぁ。まぁ、あ、切り裂く。あぁ、うちさん、やっぱもう、いいや。え、やば無理じゃん。あ、オッケー、しびれ待ちかと思った。いやー、なんならモノマネでさ、切り裂く欲しいけど。あー、毒、どうする？全言撤回していいもん。いいよね、はい。何がまだ手に入らないからずるいだって感じですけど、全然使っちゃいましょう、もう。もういい。誕生日だし。そう、許して。シンプルに切り裂く。あ、オッケー。変な技やってくる。とりあえず倒しましょう、こいつは。まあ、砂かけを駆使すれば、いけたかもしんないんですけど。パルシェ。とりあえず、何でも直しを使いました。すいません、使います。遠慮なく。え、引くほど与えん。まあ、これはやっぱ尻尾を振るがないのが悪いよね。まあ、今日はわきわか起きない。はい、起きます。安定。負ける、負けるぞ、負けちゃうよ。よし。え？あ、急所当たんなかった。運悪。殻で挟むはまずいよ。殻で挟む、マジで驚異的な強さだよな、これ。威力何なの、これ。やば。はい。あ、OK。あ、急所当たった。切り裂くが当たんないのに、こっちは当たった。レアちゃん。いいね。体当たり。電気ショックの方が良くない、まだ。いい、やば。弱。はい。急所。最後に急所率高いよな。うん。突進ねー。突進どうでしょう。いや、いらないよね、突進。いらん。突進なんかいらん。なんだと？
素早さ負けるか。夏目が不安ですね、これは。で、ブースターか。かわいい。あれ？あ、勝ったからか。ピカチュウで勝ったからね。あ！よし、オッケー。40レベルか。高えな。危ねえ。のしかかり危なかったな。おうおう、ロケットアースに行った、あ、じゃん。でしょ？うん。早く行っとけ。もういいから。君のツンデレはもうね、もう2、30回聞いてんのよ、こっちは。はい。行きましょう。まあ、いきなりね、約束破って申し訳ないんですけど、モノマネもう使います。もう使います、私は。そう、尻尾を振るない方がきついんだから。別にね、こっちはね、砂かけしまくって尻尾を振ればいいだけなんだから。行こう、コピニャン。いや、でもあの、仕掛かりだね。ヘドロ攻撃は、防御下げないでね。よし。ああ。じゃあ、痺れて。ああ。普通に、的確なダメージを与えられて毒になる。まあいいでしょう。はい。43レベル。平均的。チコリータより弱いな。なんか、パッと見、多分。え？弱いよね。気のせい。毒針。もう毒に耐性あるから、こっちは。もうキルアみたいなもん、今。毒に、毒効かない体になってるんだよね、こっちは。あ、オッケー。でも、PP がないね。やっぱり、いつも通りなのね。うん。それでは皆さん、いつもの参りましょうか。嫌な感じ。まあ、一回戻るか。はい。はい。帰ってきました。榊、ぶちのめします。ピカチュウ版、ピカチュウ版はちょっとやっぱ やり込めてないからな。忘れちゃうな。敵の手持ちをね。毎回ライバルの手持ちに驚いてる気がする。榊さん。雷使う二毒院ってもうここだっけ？まあでもあんま関係ないか。EV ならね。いいね。あ、いや、まずいぞ。なるほど。え、二毒院これあったらやばくない？いつかダメージ急所かい。ちょい。いきなりの受難。で、うわっ、うっ、ウップスだな、これ。負けたな、多分。負けるね。耐える。よし。ああ、なるほど。倒しましょう。切り裂く使われたら多分死ぬ。はい。あ、オッケー、アホ。アホがいました。エフェクトガードとか、アホー。まあ、砂かけやられるよりマシか。サイフォン、角ドリルパクっちゃう？やっちゃう？つか、やるか。サイフォン、持ってねえんかい。じゃあ、尻尾振るもらいましょうかね。本来あるべき姿ね。まずいね、こっちがやられんのは。うん。ああ、よくないよくない。これやばいぞ、結構。二毒院やばい。二毒院がさ、二度蹴りあったらやばい。うわ、エフェクトガードされたしかも、やばいじゃん。ああ。ああ、ナイス。これ地道に頑張るしかないもん。よし。思ったより与えてくれて助かったね。ああ、やめて。あー、まあまあ頑張るか。これで二度蹴りやったら負けるね。これ初手は砂かけでしょうね。はい、
あ、え、やばくない？はあ、やばい、やばすぎ。あーしか。はい。あー、なるほどね。やっぱな、モノマネをね、積極的に使いますもん。多分ペルシアン切り裂くありますよね。切り裂くもらいましょう。これもうね、やるしかない。ここはできれば急所で一撃。やったぜ、これはでかい。そしたらね、さすがに切り裂く耐える。あー、やばいよ、持ってないよ、マジか。いや、じゃあもう、え、これやばいな。あ、オッケー、あー、ラッキー。いや、これやばくない？結構。どうする？嫌な音か。砂かけよりこっちだね、多分。あー、やばいやばいやばい。もう、決めに行こう。あ、急所じゃない。よし、オッケー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 。あ、オッケーオッケー。しびれてください。お願いします。お願いします。お願いします。お願い。あー、危ねー。セーフ。回復しよう。いや、回復しようって言ったけど、嫌な音入ってんのか、こっち。無理だ。無理ですね。嫌な音入ってんじゃ無理だよ。レベル50超えちゃうよ。砂かけを先手。あー。なるほどね。ね、まあ、とりあえず防御下げられた瞬間勝てないですね。緑の何覚えてんだろう。うん、いやいや、でも HP 高い状態で二度クイーン行って砂かき当てるぐらいしかもう思いつかんな。物までいらんな。じゃあもうのしかかりで頑張ろう。ナイス急所。イーブイもやる気満々。はい、終わったー。もう終わったじゃん。ペルシアンが鬼門なのね。なるほど。あ、でも素早さ勝った場合、サイフォーンの踏みつけをパクって、あの、ひるませ続けるっていうね、裏技がありますね。うん、これも勝てんだろう。3段階戻されてる攻撃。まあでもあれだね、ニドクイーンに砂かけをまず初手で。でも当てらんないのか、素早さ負けてるから。何かの間違いでこっちが、てかレベル上がったからな。ワンチャンあるよね。先生、だとしたらエフェクトガードの可能性あるから、所定の下刈りにしようか。緑の技一回見ていいですか？ワンチャンいいのは、いや、ねえよな、でも。いや、ないわ。ないね。ないね。だ、やっぱでもさ、ペルシアンでも、あ、オッケー。あ、まあまあまあ。ペルシアンでも、サイフォーンでも、防御下げられる可能性あるってやばいよな。ペルシアンに至っては鳴き声もあるからな。レベル上がる。あ、まあ、素早さ上がるって考えれば。いや、ここは、いや、嫌な。それは、あ、まあ、いいか。防御下がるよりいいね。よし。あ、まあまあ。はい。いや、よくねえな。
サイホーンできついな。これは砂かきを当てていこう。で、尻尾を振るを一回も当たんないのを祈るしかない。よし。あー、なるほどね。物前使っとくか。危ない。いやでもこれ、PP がさ、鳴き声、強。鳴き声良くないな。尻尾を振るは回避できている。よし。ちょっと麻痺。危ない。よし。あー、ここで当たってしまったか。でも一段階ならまだ、また合うんじゃないか。一段階ならね。次回復だね。よし。よし。よし。俺並みに運が悪い相手。あ、すごい、4連続しびれ。天才じゃん。相当イラつくだろうな。いや、ここ重要。いや、砂かきでしょう。あ、素早さ勝てるようになりました。勝ったな。あ、なんで、よ。なんで、オッケー。よし、これは勝ったね。勝てる。勝てる、勝てる。あ、急所じゃないわ。え、大丈夫だよね。え大丈夫ですか？いや、大丈夫か。ギリギリじゃん。危な。なんで急所なの？はいはいはい。いや、これは勝てますよ。あ、まあ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 。まあ大丈夫でしょう。うん。え、でもこれちょっと危ないね。え、回復しとく？え、これやばいじゃん、じゃあ。外すの待ちだね。外してくれにゃやばいよ。やばいね。あら、砂かけって一回しか入ってないんだよね。いや、ここのしかかりで行く勇気が私にはない。しびれでもいいんだよ。マジか。すごい傷薬あと3つです。多分2個か。あ、オッケー。そらそうだよ。あ、どの道勝てたんかい。はい、よかった。ハグ、どの道47になれば勝ててたな。うん、なかなかのエゴイストだな。すべてのポケモンはロケット団のためにあると。はい、100万くれ。100万。マスターボールね。マスターボールって実際どれぐらいの価値あるんだろうな。10万ぐらいかな。いや、そんなわけないか。はい、ということで夏目来ました。うん、夏目大丈夫かな。かわいい、好き。このケイシーがなんだかんだ一番嫌なんだよね。フラッシュしてくるからね、こいつ。はい、ナイス。ナイスか。ディフェンダーか。あ、意味ない。これはね、もう行きますよ。突っ込みましょう。あ、アホだ。学習しねえな。どうよ。あ、いや、耐えるんじゃないかな。言うて特殊高いよ。ね、あ、オッケー。いや、オッケーだけどオッケーじゃねえな、これ。どうしよう。いや、フーディンは最高ウェーブしてくる。あ、なるほどね。そっちタイプね。いや、砂かけもありな気がするんですよね。いや、でものしかかり。よし、最高ウェーブ。ほら、来た。低い倍率でお願いしますよ。ああ、まあ、ああ、オッケー。狙い通り。よし、行くや。もうご了承、ご了承。いや、オッケー。しびれて勝った。
なんかさ、ピカチュウ版のこの夏目絶対苦戦すると思ってくるけど、いつも運で勝てる。極悪だけどな、使ってるポケモンは、こいつ。まあ、可愛いから許すけどね。私と付き合う未来は見えてませんか？うん。うん、気がつかないだけ。ああ、見えてませんね。はい。はい、ということでね、関地区も倒しちゃいましょう。まあ、今回で、トキワまではね、トキワと、あれか、手前のライバルまでは、倒したいと思ってるんで、サクサクいっちゃいましょうね。もう余裕でしょうよ。行きましょう、コビニャン。モノマネ、ああ、もういらんかなって思ったけど、ヒココで使うのか。邪魔なんだよな。電光石火、いや、てか電光石火、突進の方が良かったかな、今更だけど。電光石火、でも、フェルシアンで使ったからな、結局。夏目でも使う可能性あると思ってたんで、取っといたんですけど、今んとこあんま使わないね。うん。まあ、怪力に変えちゃってもいいけどな。本当にノーマル技しかないね。では、芝大丈夫か？今さ、いや、大丈夫か。ドゥッタドロロ、ジプシージャグラー。一番左のボールどうやってるの？PP 足りっかな？足りるか。今日は足りそうだね。49レベル。HP はね、高い。特殊もまあまあだよね、やっぱ。防御低いんだね。いけ！さすがに無理。お！まあまあ。早速使う時が来たね。言うて電光石火もノーマルタイプならそこそこだよね。言うても使える技よね。威力的にね。じゃあ今日行きましょう。コンパンコンパンモロコンね。あ、コンパンコンパンコンパンモロコン？はい。あー、なるほどね。まあ強い、あー。コントローラー落とした。まあ強いとはいえ、私は、あー！おっ、あー、まあこれは大丈夫よ。まあ、ここで特殊下がるとだりいいのか。あ、全然じゃん。え、これなんかさ、あれか、ニョロボンの時か。ニョロボンにしちゃったから苦戦したんだっけ？ここいつも苦戦するイメージなんですけど。あ、マンキーか。マンキーもきつかったな。なんか、弱点じゃなければそんなクソ弱じゃん。え、大丈夫でしょ、全然。あ、ちょろい。ちょろいぜ。50レベルになっちゃう？ただのしかかるだけの。あー、素早さ負けた。ガニ。ガニ負けた。なんかめっちゃウケる。舐めてた。強い。どうしよう。ちょっとやばいです。すごい傷薬1個しか持ってなかったもん。なウケるっけ？あ、特殊下がっちゃった。はい。なるほど。これは、どうだ？オッケー。勝った。よかった。最後、電光石火にかけようかと思ったけど、またね、麻痺の力で勝ちました。ありがとうございます、50レベル。なんか運いいな、今日。ラッキー。はい、防御あげると。波乗りも使えるとね。はい、ドクドク。これワンチャンね、使うかもしんないですね。四天王でね。まあ、なるべく使いたくないけどね。ドクドクとあとね、まあ、影分身も一応サファリパークにあるんで拾おうかな。まあ、とりあえずじゃあもうグレーンまで行っちゃいます。はい。はい。ということでね、グレーン着きました。
カツラもね、さっさと倒しちゃおっかな。ここはいだよね。はい。キャタピーね。キャタピーってまだやってないな、一匹縛り。バタフリーは強そうだけどな。ああ、もうほらー。いやだ、今のはね、あれなんですって。初代だともうちょっと文章長いんですよ。あー、これ全く同じことやったわ、マンキーで。くそ。しかも言い訳も全く同じ言い訳したな。恥ずかしい。この年で言い訳は恥ずかしいね。しかもこのせいで PP なくなりそう。大丈夫かな。PP の不安がやばいな、四天王これ。大丈夫かな。いや、大丈夫ないな、多分。のしかかり。15か。いや、これ PP やばくない？だいぶ。やばいとかいう次元じゃないな。ああ。いや、ちょっと。いや、まあまあ頭使っていくか。うん、そうだね。たまには使ってない脳みそ使うか。あ、ははは。はい、割愛しまーす。はい。3600円ももらいました。お金なかったんでちょうどいいな。うん、そう。はい、いえいえ。まったく。これ多分でもしてんのやっぱ無理だよね、このまま行ったら。やっぱ突進あってもよかった感じはするな。もう売っちゃったね。うん。あ、もう怪力があんのか。最悪怪力だな。悩ましい。悩ましいね。カツラ、かっこいい。うわぁ、美しいね。わ、あー、素早さ負けるんですね。まあ、そりゃそうか。いや、なんとなくイブイ早そうに見えちゃうのよね。わ、恐ろしい。そういえば、こいつこんな技か。この球根だけ、なんかガチバトルなんだよな、なんか。怪しい光と尻尾を振ると。ギャロップね。うざい。うざいね。実にうざいね。で、ひるみ狙い？え、ちょっと強くない？オッケー、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 オッケー。まだ倒せない。踏みつけ、すごい傷薬、倒す。なかなかギリギリ。攻めたね。はい。で、ウィンディさんどうしましょうかね。いや、砂書き入れとこう、これは。あ、火炎放射か。どんぐらい受けんの？やーっば！4！ よく残ったな。あぶねえ。大文字で負けるぞ、これ。あんのかな？64。よし。あぶねえ！ダイヤモンジあんじゃん。いや、攻めましょう。あ、リフレクターなんかあるんだね。ダイヤモンジはもう当たんないよね、さすがに。ああ。え、でも回復しとく、一応。回復しとこうか。うん。はいはい。君の攻撃はもう当たらないよ。残念ですけどね。あ、リフレクターやってんのか。そうか。もういいや。麻痺。麻痺。あ、オッケー、オッケー。じゃあもう溶けるまで電光石火でお茶を濁そう。5ターンだもんね。これで終わり？あれ？そろそろ終わり？あれ？リフレクター長くない？あ、5ターンは金、銀か。ん？初代って何ターン持つのこれ。オッケー、急所。え、なにこれ。アウチ。まあ大丈夫でしょう。え？やばいって
もうクソが、何あの突進、あんな絶妙なタイミングである、ムカつくわ。あー、そう、カジマ泥棒のお金半分になっちゃったじゃん。許さん。あー、やばい。それ9コン勝ったの結構運だったからな。よし、今日の俺は一味違う。おー、一味違う。わけわかは起きない。あ、もう溶けて、やめてよ。うわー、もうやだ。結構やだ今。いや、もう結構やだよ。うわ、始まった3連続です。記録狙おう。ああ、終わった。溶けちゃったじゃん。ギャロップは、ああ、そっか、鳴き声か。この鳴き声のせいじゃん。そもそも。お前のせいだぞ。うわ、やばい。74は受けないね。ああ。これ倒しても、あ、よし、ナイス。ああ、やったぜ。完璧だ。なぜか当たんない。ついに避けろ EV を覚えましたね、サトシが。うん。レベルも上がって。これはでもまず、マジで砂かけ。砂かけで祈る以外にやることがない、ね、うん。いや、マジ急所だな。あ、でもあれか。今大文字受けても負けちゃうんだよな。まあこれはもう運。ここではもう大文字来たらドンマイぐらいでいいな。ちゃんと6回積むから。ああ、もうなんでだよ。なんでダイモンジ当たるんだよ。当たんないでよ。噛んだし。はーい。はい。正直ね、カツラで戸惑るとは思っていなかった。まあ、思ってなかったっていうか、カツラの手持ちを忘れていた。いつも思う。これも、ピカチュウ版やると。お前の手持ちちょっと強ないって。今ね、繰り越しで5連続わけわかですよ。いきます。はい、大記録です。これは6連続過去新記録。これで、あー、惜しい。6連続ですね。ありがとう。はい、倒せん。いやー、これどうしよっかな。麻痺。もう握手でしたね。まあしょうがない、ご利用しましょう。突進か、めっちゃウケるじゃん。あー、なるほどね。それなら別にいいかな。電光石火で倒せますかね。はい、お願いします。すん。なるほど、68なら火炎放射ギリ耐えるかもしんない。レベル上がれ、なんなら。オッケー、これは火炎放射は耐える。大文字無は無理だけど避ける、無理だけど避ける。よし、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。いや、というか、これ、リフレクター前にもう、のしかかりやった方がよくない？もう、砂かけ、4波、よし！来てる。もう、俺は、ご利用すよ、これ。あ、なるほど。砂かけに戻ろう。危ない。6回ね。回復させようか。うわ、ぶねー！え、耐えるよね、さすがに。でも、急所？いや、さすがにそんなん悪くないよな、俺も。よし。よしよしよし。いや、もう、勝つ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 。勝つ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 。勝つ。勝つ。もういいよ。さすがに。なんか回復の薬とかやめてよ。オッケー！いや、予想以上に苦戦したわ。っていうかね、あともう一個すげえ問題があるんですけど、めちゃくちゃお金ないんですよね。
あのね、意外と回復使ってるんですよね、EV。結構まずいな。大丈夫かな？サカキでも結構使えそうだしね。うん。まあ、頑張っていきましょう。あと、サカキをぶちのめしに行きたいと思います。おい。はい、では、トキワのジムも倒しちゃいますよ。こいついきなり嫌だな。サイホーンか。ああ、でも時は、榊はさ、初手ダグトリオ、だから切り裂く取るのありだよな。いや、大丈夫か。どうなんだ？まあ、のしかかりゴリ押ししかすることがないね。ナイス。ナイス。うん。ナイス。ナイスじゃない。ちょっと。ああ、まずいまずいまずい。まずいけど、やることがない。のしかかりしか。うわ、怖い。恐ろしい準備をしているけど、どんまい。何もしてねえな。手が滑った。まあ、確かにあのプラスパワーは手が滑ってるよ。キングオブカラテ、ここから先へは行かせないぜ。オロチドッポかな。はい、全然見た目違った。ゴーリキー、ゴーリキーってさ、あ、でもあれか、別に空手じゃねえのか。全然空手の、やばい、忘れてた、空手のポーズじゃねえなーとか思ったりしたんだけど、あー、なるほどね、シンプルに弱点だもんな。ここはちょっと回復ないんで負けようと思ったけど、一撃か。どうしようかな。砂かけ。まあまあまあ、避けたら勝ちだね。次。あー、まあしょうがない、負けた。あの急所が悪い。ちょっと意外とやばくない？とか芝やばくない？やっぱ不安でしょうがないな、今後の EV 生活が。でものしかかりしかすることないんですよね。あーっと、あれどの道な、空手チョップなら一緒か。うん、こいつは一撃だったね。やだ、ケタグリが怖くなっちゃったのか。とはいえ、のしかかりしか本当にすることがない。ナイス、しびれろ。はい。ああ、やばい。いや、耐えるだろ。あ、よし、普通に余裕でした。どっせい、やれやれ、回復しなきゃいけないじゃん。めんどくさいね。はい、ということで榊戦いきましょう。どうなるかな、全然対策もクソも考えてないけど、まあいけるっしょ。ダグトリオ次第だな。ダグトリオの切り裂くを取ろうかな、とりあえず。いや、でも一撃必殺っていう手もあるんですよね。素早さ勝てねえからな、多分。50レベルだって。切り裂くでいきましょう。これ当たんのかな。あ、マジか。モノマネするだけなのに避けられちゃうんだね。あ、地割れある。やっちゃう。とか切り裂くねえじゃん。切り裂くない、地割れちゃう。え、なんか相手消えたよ。え、なにこれ、どうしたの。え、なに、え、怖い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 。相手モノマネしたら消えちゃいました、なんか。あ、出てきた。なんだったの。まあ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 、いいでしょう。で、ペルシアン、あ、ペルシアンからパクればよかったのか。
地割れ使う機会あるかこれ。はい、よし、エフェクトカードね、読んでました。あ、いや、もうそしたら電光石火2発ですね。急所でもいい。あ、まあ、あー、なるほど。じゃあのしかかればよかった。はい、 OK、 決めてください、お願いします、頼む。 OK、 怖いやつを倒していく。二度クイーンね、二度蹴りか、やるしかない。あー、ギリ耐える、これ耐えるね、素早さ勝てるね、回復しよう。いや、これもう地割れしかないよね。いや、まあ、とか地道にやれば倒せそうな気するけど。だが俺はロマンを求める。あ、行け、よし、やったぜ。そら3割だもんね、 32%?2 レベ差ってことは、ここは砂掛け。あーっと、なるほど、二度キングには先制取れないと。セーフ、回復しよう。マジで金なくなるなこれ、どうしよう。いやー、強いね。いや、でもここ突破できれば、てかダメージやば、無理じゃん、70以上受けてるもん。ディフェンダー使うか。ディフェンダー使います。ドーピングアイテムね、一通り一応持ってるんで。うん。まあ、そのせいでお金がないっていうのはあるけど、急所で負けるね。怖っ。外さんね。いや、もう砂掛け、じゃなくても、攻撃しようかな。OK、なんか先制取れんだけど。ナイス、ナイス、いや、もうこれは倒そう、普通に。ナイス、ナイス、ナイス、OK。OK。50レベ。56レベ。平均的能力。ドンマイ。あ、ふはは。いやー、当てて終わってほしかったけどね。あ、でもまあまあ、ディフェンダー使ったしね、余裕だね。まあ、スピーダー使ってもいいけど、さすがに、そのうち当たるでしょう。オッケー、やりましたー。てか、意外と、思ったより当たんなかったな。わけのわからずの3割はあんなに引くのになー。5000円大事に使いたいけど、買いに行くのめんどいから、もうライバル戦行きます。地割れ、うん、最強の技ね。もう地面タイプって時点で微妙に使いにくいけどね、飛行には効かないもんね。はい、ではライバル戦行きましょうかね。傷薬2個しかないんですよね。まあどうなることかわからんが、まあとりあえず相手とのね、力を押し上がりましょうよ。うん、ポケモンリーグに行くわけ、行くよ。君はさ、イーブイもらって進化もさせていろんなポケモンを持ってるけど、俺はイーブイ1体だけで行くよ。サンドパンね、砂かきが怖い。浴衣あるぐらい買えばよかったか。いや、ここでやっぱ、切り裂くをもらった方がいい。あるね。よし。EV の切り裂くなんか強いじゃん、だって。砂かけさえ、なければいいんだよ。うん。あ、OK。あ、OK、OK、OK。強っ。なんでこっちはこんなに受けんの？防御力の差か。たまたまか。なるほど。宿り木とか取ってもおもろいけどね。ああ、なるほど。ソーラービームね。アホアホ。アホです。オッケー。で、
パルシェンな、パルシェンちょっとやだな。何受けますか。ああ、これはギリギリまで使いたくない。はい、オッケー。空にこもるね。はい。ああ、当たっちゃうね。負けた。急所だし。チェ。まあ、相手とのね、距離分かったんでね。行きましょう。いや、どの道だよ。サンドパン、どうしよっかな。無事いな。3ターン砂掛け入れるかのしかかりしてもいいんだけど、初手のしかかりでしびれちゃえ。よし、しびれちゃった。よし、しびれちゃいましたよ。あ、まあまあ毒ならいい、別に。次もしびれてくんねえかな。お願いしたい。あー、一番良くないのやられた。あー、まあしょうがねえか。いいね。まあいずれね、ここでレベルが上がる限り勝てるから。まあここも一撃じゃないんで、のしかかりでまひ狙い。あ、オッケー、ラッキー。で、次のパルシェンねー。のしかかり急所狙いですね、もはや。ああ、まあ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 、いいまあいい。急所じゃん。麻痺、麻痺しろ。はあ、やれー。ああ、まあ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 、いやねー、やっぱお金がないから、まあつか、まあ正直アイテム集めに行けばいけるんですけど、めんどくさいんですよね。まあ、あと四天王のためにちょっと取っときたいんですよね、その辺のアイテムも。こんなやつに使ってる場合じゃない。こいつはすごい傷薬2個で倒すぞ。はい、急所でもいい。ああ、毒針ならいい。切り裂くいらんじゃない、もはや。ああ、なるほど、ありがたいね今のところ。ではモノマネスピードスターでお願いします。なんかさ、狙ったようにこっちが嫌なタイミングでやってくるな。嫌なやつだよ。残響は嫌なこと。ああ、これもう無理だな。いや、麻痺直しても素早さは多分負けちゃうから、素早さ下がったままですよね、ピカチュウ版も、多分。切り裂くのダメージだけ確認しよう。まだ確認してないよね。あ、まあ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 、3発か。ワンチャンいけるのでは？で？あー、なるほど。あ、これ。これで脇若だと7連続ですけど。あ、OK。何これ、勝てる？もしや。やる？いやー、無理だな。これはどうですか？まあ、耐えるんだね。あ、混乱解けた。え、やろっかな。倒せそう。え、いける気がする。なんだか今日、いきます。宿り木うざいだけだもんね、今。いけるよね、これ。いけないかな？はい。ああ、スピード、え、ああ、そうか、麻痺忘れてた。素早さ負けるんだよね。まあ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 。まあ、それでも、それ込みでもいける。うん。ユンゲラーさんは、切り裂くで落とせるでしょう。あ、オッケー。リフレクターならいける。切り裂くには関係なす。オッケー、急所ね。これはいけるぞ。切り裂く2発でいこう。
レベル上がるとチャラになるのか。多分。素早、あの、麻痺のね、素早さ下がった状態のやつは多分そうなるから、いける。あ、い、あ、いった。さっきよりだいぶ、ラッキー。なんか、勝っちゃいました。あ、こら。うん、油断した方が悪い、それは。うん、体もほぐれたって。どんな気持ちだい？自分が最初にもらったポケモンのままの俺に負けて。教えてほしい。はい、ということで、まあ今回はこの辺で終わりですね。まあちょっとアイテムでお金作ってから四天王行こうかな。今のままじゃ多分無理なんで、あとちょっとある程度、技マシン組を手に入れてから来ないと勝てない。てか、PP だりな、そうなんでね。まぁ、ちょっと考えてから四天王行きたいと思います。では、今回も本当にご視聴ありがとうございます。いつもコメントと高評価もありがとうございます。嬉しいです。では、次回もよかったら、あ、次回ね、最終回なんで、よかったらよろしくお願いします。なぁ、バイバーイ。